美味しかったですね。いただき、ごちそうさまでした。うん。まだまだ食べるんですけどね。で、どうしよう。こんな味が残ってるうちに新達多行った方がいいかな。じゃあ新達多も行ってみましょうか。ちなみに、浦大将は、寿司も食ってみたらしいですけど、まあ、9の方が好きかなっていうレビューだったんで、私の方がどうかですね。案外その食の趣味が違うんで、結構、分かれること多いんですよね。こう、見た目はこんな感じ。おー、なるほど、なるほど。わかるかな。ちょっとこっちの方が大きい。新登場。ウルトラマンが死んでね。あー、ちょっと大きいのかな、こっちの方のが。なんか、ボリューム感がありますよね。どっから行ったらいいやろ。ここ、口から行かせてもらおうかな。じゃあ、いただきます。うん。うん。あ、めっちゃサルサルだ。あー、なるほどな。うん。まあ、なんだろう。美味しいですね。なるほどな。こうやって、こっちだと、確かに、ちょっと、話の聞いてたんですけど、タルタルソースがだいぶ強いっていう人って、確かにこれ強いですね。多分、フィレオフィッシュとか、あのあたりの感じのタルタルソースに近い。一緒なのかどうかはわかりませんけど、フィレオフィッシュに近いような感じがありますよね。なんで、チキンタツタがもともと好きだった人だと、多分、ね、チキンタツタっていうよりは、その、タルタル感が、強いんでってなっちゃうところがあるかなっていう感じはしますね。ただ、デフォルトで考えてみると、個人的にはこっちが好きかもしれない。ただ、今食べてみて感想は、これだったら、フィレオフィッシュでいいなって気はしますね。食感の感じとか、もう全体的にね、ほぼほぼね、味がね、フィレオフィッシュなんですよね。で、値段が多分こっちが120円、150円くらい高いから、ですもんね、フィレオフィッシュより。うまいんですよね。うまいですよ。ただ、こうですね。おしむだか。確かに、チキンタツが好きな人だったら、この味だったらチキンタツになるだろうし、この味が好きな人だったら、フィレオフィッシュでいいやってなっちゃう可能性はありますね。だってこれやったらフィレオフィッシュの、フィッシュ倍にした値段よりも高いですもんね、多分。バウンスの味とかも多分一緒のはずなんですよ。完全にタルタルが買ってくる感じですからね。まあ、タルタル好きなんで、好きですけどね、この味は。フィレオフィッシュで保管できそうな気がするな、っていう感じですね。で、この、ちょっと飲んで空いてきたところに、残った。ウィッシュピタしてね、追加して食べていこうかなと思いますよ。まあ、とりあえず、結論的に言うと、まあ美味しいですね。確かに、チキンの感じっていうと、オリジナル感あるのはやっぱこっちの、チキンタッターの方、ね、9の方のが、ある感じがしますし、芯の方は、だいぶタルタル感が強い金があって、美味しいのは美味しいですけど、まあ、正直だったら、フィレオフィッシュでいいかなっていう気はしますね。まあ、そこのところの選択肢ってところでしょうね。美味しいのは美味しいですね。タルタルなんで、ポテトとの相性はこっちの方がいい気がしますね。まあ、そのところかな。で、あとは何だろう。マックの思い出でも話しながら、2回目以降につなげていく感じになるのかな。まあ、とりあえずレビューとしては美味しかったですね。で、今後どうするかというと、まあ、多分、チキンタッタは、また出たら、ちょっとまた食べようかなっていう感じ。多分このシーズン中にもう一回は食べるかなっていう感じはありますね。で、芯の方は、まあ、美味しいんですけど、まあ、価格とかそのあたりとかを考慮すると、だったらフィレオフィッシュでいいかなっていう感じは、するのはすみますね。ということで、結論。まあ、どっちも美味しいのは美味しいよ、ということですね。
で、まあ、買って、そのっていうと、まあ、チキンタツタ、軍配かなっていう感じはありましたけどね。やっぱ、元祖強いな、という感じもしながら、とりあえず一回動画閉めてみましょうか。で、この後ね、ぼちぼちと、まだハンバーガーね、二つ残ってるんで、こんなたり食べながらね、やっていこうと思います。ただね、今、食べ出してからね、思い出しましたわ。俺、夕飯食ってたね。そういえば、サイゼリヤで。サイゼリヤで食ってたわ。すっかり忘れてたわ。